母さんね、別れようかなと思うの。誰と？お父さんと。え？おい！長年夫に尽くしてきたが、それでね、話し相手は猫だけ。チビと私だけで暮らしてるみたいだよね。お母さんが別れたいって。は？え、不倫ってことか？詐欺か？ちょっとやめてって。チビ。死に場所を探していなくなったんだ。ほっといてやれよ。なんだ。離婚してください。あなたのことなら全部聞きたいはずですよ。これは結婚50年目の夫婦に起きた猫がくれた優しい奇跡。お前に話したいことがある。初恋、お父さん、チビがいなくなりました。